皆さんこんにちは。 Treat Yourself Inspiration へようこそ。このビデオでは皆さんにスイカだけで作ることのできるアイスをご紹介します。それでは始めましょう。まずスイカを厚さ約 3,4 センチのこのような形に切ります。次に包丁でスイカを8等分にします。まずはスイカを半分に切ってください。スイカの下にはまな板を引いています。まな板の上にはクッキングシートを引いています。そうすることでスイカの果汁が流れないようになっています。次は4等分に切ります。それではそれぞれ4等分にしたスイカをもう半分に切って8等分にしていきます。これで最後です。これで8等分終わりました。あとはアイスの棒をスイカに差し込みます。スイカの外側は硬いのでまず包丁で切り込みを入れます。慎重にスイカで穴を開けてください。スイカの皮に切り込みを入れたら、あとは棒をこのように差し込んでください。一つ終わったので、もう一つ棒を差し込みます。包丁で切り込みを入れるときは気をつけてください。スイカが崩れないように慎重に棒を差し込んでいきます。これで8個すべてに棒を差し込みました。それではもう1枚クッキングシートを用意します。クッキングシートの間にスイカの棒を入れていきます。スイカ4つを間を空けてクッキングシートの中に置いていきます。もう半分はクッキングシートの上に置いていきます。こうすることでスイカが重なってくっつかないようにします。この形で冷凍庫に入れてください。数時間凍らせるとシャーベット状のスイカになります。今回は一晩冷凍庫に入れておきました。ですので本当に固まっています。あとはこのままお召し上がりください。数時間だけ冷凍庫に入れておくとシャーベット状になります。皆さんのお好みに合わせてスイカは凍らせてください。いかがでしたでしょうか。今回のアイデアを気に入っていただけたらぜひいいねを押してください。またチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。私たちの他のビデオをご覧になりたい方は、Facebook、Twitter、Instagram でもご覧になることができます。それではまた次回のビデオでお会いしましょう。